私は結婚して1年目の主婦です。結婚後も仕事を続けており、会社員として働いています。夫は結婚前、実家暮らしだったせいか、家事が全くできず、私は仕事をしながら家のこともすべてやっていました。夫に協力してほしいとお願いしたものの、家の中は余計に散らかり、使った食器も水で流しただけのようで洗い直し、洗濯物も畳まずしわくちゃのまま。私の負担が増えるだけでストレスになり、夫に期待するのは諦めてしまいました。そんなある日、夫から旅行に誘われました。今度の連休、旅行に行かない？本当？嬉しい。旅行なんて久しぶりだな。よかった。父さんと母さんも喜んでたし、みんなで楽しもうな。お父さんとお母さんも一緒なんだ。こうして、義両親と一緒に旅行に行くことになりました。義両親の他に、義妹夫婦とその子供も一緒でした。旅行当日、旅行先のホテルに到着すると、義両親は雑事をすべて私に押し付けてきました。ちょっと、私たちの荷物部屋まで運んでおいて。私がですか？嫁ならそれくらいしてくれてもいいだろう。こうやって旅行にも連れてきてやったんだから。こんなことを言われましたが、旅行代を全額支払ったのは私でした。夫が後で返すからと言ってきたので立て替えていたのです。言いたいことはいろいろありましたが、せっかくの旅行だしと思い、怒りをぐっとこらえ荷物を運びました。私が荷物を運び終わると、夫や義家族の姿がありませんでした。夫に連絡すると、とある観光名所にいるとのことでした。私は急いで後を追いかけました。私が到着すると、義妹の子供がわがままを言い出したようで、義家族は帰るところでした。何してるの？遅いわよ。早く車出してちょうだい。はい。なぜか私が怒られてしまいました。しかも、義妹の子供が持っていたアイスをスカートにべったりつけられたのです。さらに義妹の子供はアイスで汚れた手をなんと私のスカートで拭いてきたのです。ちょっと。あんたがそんなところに突っ立ってるのが悪いのよ。そんな、母親ならちゃんと子供のこと見ててください。うるさいな。子供もいないあんたに言われたくないのよ。それより、この子がもう帰りたいって言ってるの。早くホテルまで運転しなさいよ。こんな非常識な義家族に、私はうんざりしてしまいましたが、仕方なく運転し、ホテルまで帰りました。2泊3日のこの旅行は、苦痛でしかありませんでした。旅行から帰ってきてからは、もう二度と義家族とは旅行に行かないと心の中で決意しました。半年後、夫が連休中にまた旅行に行こうと言い出したのです。もちろん、義家族も一緒でした。来月の連休、また俺の家族と旅行に行こう。私は前回のこともあり、義家族との旅行は二度と行きたくなかったので、仕事を詰め込み、連休中は働くことにしたのです。仕事だから無理。なんでだよ。せっかくの連休なんだぞ。休み取れないのかよ。せっかく俺の両親がお前も一緒にって言ってくれてるんだぞ。仕事だって言ってるでしょ。それに、こないだの旅行でもう懲りたの。荷物持ちも運転も全部私。結局旅費だって私が全員分出したのよ。あなた返すって言ってたわよね。いつ返してくれるの？すると、夫は私を怒鳴りつけてきたのです。最低だな。夫の両親を大切にできないなんて。お前には思いやりがないのか？親孝行しようと思わないのか？嫁なら嫌でも普通は我慢していくものだろう。私は夫の言葉に堪忍袋の尾が切れました。ふざけないで。どうして私が我慢しなきゃいけないのよ。
私はあなたたちの使用人じゃないのよ。そこからしばらく言い合いが続きました。どうしてこんな人と結婚してしまったんだろうと後悔さえしました。そんな私に夫が離婚を切り出してきたのです。わかったよ。お前がそのつもりなら離婚だぞ。親孝行しない冷たいやつはもう離婚だ。そうしましょう。私は離婚をすぐに承諾したのですが、夫は離婚を突きつければ私が泣いて謝るとでも思っていたようで、しつこく何度も問いかけてきたのです。お前離婚されてもいいのか？離婚になって困るのはお前だろ？別に困りません。離婚は俺と別れるってことなんだぞ。分かってるのか？これからは一人で生活していかなきゃいけないんだぞ。どうやって生活していくつもりなんだ？分かってます。生活費のほとんどは私が出してるし、平気よ。それからは毎日のように夫は私に暴言を吐き、ダメ嫁、離婚だと言ってくるようになったのです。私の部屋を勝手に漁っていたこともあります。そんな夫に嫌気がさし、私は弁護士を探しました。離婚を相談し、すぐに弁護士を交えて話し合うことになりました。離婚したいなら慰謝料払え。離婚を申し出たのはそちらなので、そちらが慰謝料を支払うことになります。はあ？だったら離婚しないでやってもいいぞ。俺の両親を大切にするって約束するならな。奥様は離婚に同意されてますので、夫の自分勝手な言い分に全く話にならず、弁護士も呆れていました。さらに、夫は自分のカバンからノートパソコンを出してきたのです。これ壊れたから修理しておいて。はあ？それは私のノートパソコンでした。以前夫が私のノートパソコンを勝手に持ち出し、義妹にあげたからと言い、泣く泣く諦めたノートパソコンでした。実は義妹にはあげておらず、夫が使っていたようでした。しかも、それを壊しておいて私に直せと言ってきたのです。ありえませんでした。それは私のノートパソコンでしょ？返してよ。でも今は俺が使ってるし、これがないと困るんだよな。人のもの勝手に持ち出して使っておいて、壊したのはあなたでしょ？自分が何言ってるか分かってる？弁償してもらうからね。え？なんでだよ。私と弁護士の冷たい視線に我慢できなくなったのか、夫はその場から逃げ出すように去っていきました。結局、その後何度かの話し合いの末、夫と無事離婚することができました。モラハラの慰謝料も支払ってもらい、パソコンも弁償してもらうことができました。もちろん、私が出した義家族の旅行代金も、きっちり領収書を取っておいたため、夫名義の口座から返金してもらいました。離婚後、元夫は義実家へ帰ったようです。もともと私が元夫と暮らしていたマンションは、私が独身時代に購入したものだったからです。その後、元夫は予定通り家族で旅行に行く計画を立てていたそうなのですが、前日になり、誰一人航空券の予約もホテルの予約もしていなかったそうです。なんで誰も予約してないんだよ。誰かがやってくれてると思ってたのに。いつも通りあなたがやってくれると思ってたわ。だったら旅行はどうするのよ。楽しみにしてたのに。今までは、私が旅費やホテルの予約、食事代もすべて支払っていたのです。その翌日、旅行に行けないのなら、せめてレストランで食事でもしようということになり、元義家族は食事に行ったそうなのですが、ここでも誰一人支払いをしようとせず、そのまま全員が店を出ようとし、警察沙汰になる寸前だったそうです。結局、子供連れの義妹が店の人に捕まり、注意され全額支払ったそうです。今まで何でも私に押し付けてきたツケが回ってきたのだと思います。それから元夫からメールが届きました。
君がいないと俺は生きていけない。俺が悪かった。反省してる。私は返信せずに、元夫の連絡先をブロックしました。それからは、元夫と義家族とは会っていないので、どうなったのかはわかりませんが、こんなどうしようもない人と結婚したことを、私はつくづく後悔しました。そして、無事離婚できたことを、心から良かったと思いました。しばらく結婚はこりごりなので、自由気ままな独身生活を満喫したいと思います。